こんにちは、ポアンパンスタジオ代表のとしろです。今日はですね、第、21回目ですね、リズムの取り方ですね。以前も同じリズムの取り方という題は、何回目かな、10回目ですかね、行ったと思うんですけど、前回はこういうことに注意してくださいとか、こういうのはやっちゃダメですよみたいなチェックだったり、そういったことをしたと思うんですけども、今日は、これやってはいけないっていうのを、この前の補足としてするかもしれないんですけども、どっちかというと、こうやって取った方がいいですよと、こんな感じで、うまい人は、リズムを取ってますよっていうのを、説明をさせていただきたいと思います。今日はギターもウクレレも、楽器自体は、使わないので、どっちの方にも見ていただけるような内容になってます。はい。で、前回10回目の時に話した、リズムの件でですね、体に依存したいっていうのをやったと思うんですね。どういうことかというと、こうやって皆さんこうリズムを足踏みしたりとかして取ると思うんですけども、この足踏みして取ることによって、例えばこの足踏みに近いところだけど足踏みと同時じゃないリズムとかが入れれなかったりとかですね、そういったこと、そういった方とか、あとは足踏みに依存しすぎると、この、右手ですね、ギターでもウクレレでもこの足と一緒に動くのは結構いけるんですけど、例えばこういうのですね、手が2回触れるごとに足がとか、こういうフレーズの時に足がこうピクピクなっちゃうとか、そういう方って結構本当はいらっしゃるので、そういったことに、注意してくださいっていうのを10回目にやったと思います。で、今日はじゃあ実際、そういうどうやってリズムを捉えるといいかっていう話をしたいと思うんですけども、大体皆さん、初心者の方から中級者ぐらいの方ですかね、は縦に取る方が多いです。要するにこう取るんですね、はい、こう取る方が多いんですけど、はい。で、実際上手い人どう取ってるかっていうと、上手い人こう取ってるんですね、はい。これ向きはどっちでもいいんですけど、周りはですね、円で取ってます、はい。で、じゃあなんで縦でよりも円の方がいいのかって話ですけども、一つは縦だとさっき話したみたいに、リズムのポイントがこことここに集約されてしまいます。そうすると、例えばこれが、1,2,3,4 とすると、行って帰ってくるまでが一拍ですよね、はい。行って帰ったらここが、ゼロの状態で、ここが、半拍の状態ですね。音符で言うと、ここがこんだけで4分音符なので、こんだけで8分音符分ってことになります。ってことは16分音符はっていうと、ここになりますね。はい。ここになります。で、3連符とかになると、これを3つに分けたりとかするので、ちょっともうちょっとややこしくなるんですけど、例えばそういうものが入ってきたときに、ここ弾きたいんですけど、こっちのリズムの方が強いんで、だいたいリズムがずれる方、縦に取ると、これがこっちとかこっちに移動して、だんだんずれてくるっていう現象が起きます。はい。じゃあ、こっちの場合はというと、こっちは見てもらうと分かりますけど、一応頂点っていうものはそれぞれ存在するので、多分これがここに当たるという形になります。これはここに当たりますね。ただ、ここと違って、ここですごく大きいリアクションがあるわけではないので、動きの中での確認として、こことここがあるっていう形になりますね。はい。なので、こっちと違ってこっちはつられにくいです。体の動作がそれほどないので、体の中で大きい衝撃が、例えばこれだと、タン、タン、タンと上、下、上、下、上。1オークするたびに1回ですね、2回分
あの体に対してこう強いアクセントが、働いてしまうので、ちょっとまあリズムがずれやすい要因になってしまうと。こっちの場合はずれにくいですし、あとは例えばここだと16部だと、ここの長さよく分かんないですけど、円だと分かりやすいですね、比較的。ここが16部のものになります。はい、でこれだと16部のここでもこれでも動き自体は均等なので、それほどリズムがずれにくいという取り方になってます。はい、これは今話したのは理屈の話なので、まあ分かったけど、じゃあこれどうやってこうやって取るのみたいな、俺回るのみたいな感じで考えるかもしれないんですけど、実際は回らないです。頭の中でイメージとしてこういう意識で取っていくってことですね。こういう意識で取ると、まあやっぱりその釣られやすいです。こういう意識で取ると、これ一回僕と同じ動きしてもらうと分かりますけど、こうやってるとこう下と上で、当然下行ってから上に行く瞬間にかなりの負荷がここにかかります。ここもかかりますよね。だから当然これやってると、あ、こことここがなんか強いんだなって感じがすると思います。でもこうするとどうですか、今上だな今下だなって分かると思いますけど、衝撃はないので、それほど体がつられにくいのはわかると思います。で、これを体の中でぐるぐる回すっていうようなイメージを持って、リズム練習を本当はしてもらうといいです。だからまあ、例えばこうやってやってても、実際はこうなんですけど、まあ、あの頭の中ではこんな感じですね。なんか自転車のペダル漕ぐみたいな感じですかね。はい。こうやってまあ今僕足踏みしてますけど、トーントーントーン、確かにここで1個区切りにはなってますけども、すごく大きな区切りではないですね。だから体がつられにくかったり、こうするとまあどこにでもまあリズムが入れられます。ここだとここに入れられますけど、ここら辺とかだともうここに近いんで体がこっちに行っちゃうので、ここほぼ入れれないんですね、この取り方で取っちゃうと。でこの取り方なら取れますから、だからまあリズムの取り方としてもこう縦で取るんじゃなくて、なんかまあこんな感じですね。まあ意識の中ですね、あの体の取り方としてもなんかまあ横だったり縦だったりで、こうやってやってああいうYouTube の動画とかそういったのでリズム感がいい人見てもらうと、多分こうやって撮ってる人誰もいないはずなんですね。こうやってこうやって撮ってたりとか、撮り方がなんかこうやってまあ黒人のシンガーの人とかこうやって撮ったりしますよね。撮り方とかが多分立てて撮ってないなっていう感じだと思うんですね。まあこれが絶対というわけじゃないんですけども、これに近いような多分捉え方をみんな知ってる、はずです。よくまあ僕ね、いろんなミュージシャンの人とこういうリズム談義になるときに、まあ、大抵ここの話は出ます。はい、皆さん円で撮ってるね、まあそこ基本だよねっていう話になってます。はい、なのでまあ初心者の方とかでもやっぱリズムなんかちょっと取りにくいなって思う方はちょっと意識してもらうといいですし、もう中級者、特に上級者はここ必須なので、これできてない方かなりグルーヴが取れないです。はい、でリズムも取れる取れないっていうものの後に、上級者になってるともう取れるのは当たり前でノリの問題になってくるんですね。ノリの問題になった時にここなのかこっちなのかで、もうこっちだともう一向にうまくならない状況になっちゃうんで、もうここが必須となるので、まあ、中級者上級者の方はこれ知らない方は、あ、俺やべえなって思ってもらってもいいかもしれないです。はい、今日はそんな、リズムの取り方の話でした。ありがとうございました。